じゃん。まずは野菜と果物とかに分けていこうかな。これは玉ねぎ、玉ねぎだよ。玉ねぎは野菜、ここに入れたよ。そしてこのナス、ナスも野菜だよ。野菜を集めていこうかな。そしてブロッコリー、ブロッコリーも野菜だね。それからこのキャベツ、キャベツも野菜。野菜結構たくさんあるね。こっちの方にこれは玉ねぎ、色が違う紫の玉ねぎだね。これも野菜。そしてこっちの方に人参、人参があるね。人参も野菜だよね。そしてこれ、これキュウリだね。キュウリも野菜だし、あ、また人参、人参がいたね。人参は野菜。そしてあとはキノコ、キノコは野菜でも果物でもないかな。あとは、あ、これ、これは新しいのだね。かぼちゃ、かぼちゃだよ。かぼちゃは野菜。そしてあと、あ、こんなところに玉ねぎ、玉ねぎがまたあったね。野菜だね。んー、それじゃあ果物の方に行ってみようかな。果物、これはブドウだね。ブドウ、ブドウは果物。そしてこれ、これはみかんだね。みかんも果物だよ。そしてこれ、これはレモンっぽいけどライムかな。色的にはライムだと思うな。ライムも果物だし、このレモン、レモンも果物の方に入れようかな。そしてこれ、これはリンゴかな。リンゴ、リンゴも果物だよね。果物も結構たくさんあるな。あ、これトウモロコシ、トウモロコシはこっちの野菜の方だったね。野菜もまだまだあったんだな。そしてこれ、これは桃だね。桃、桃も果物。それからこっちの方にあるのがいちごだね。いちご、いちごも果物の方に入れて、そしてこれ、これは面白い形だよね。これ洋梨かな。洋梨も果物だね。そして、あ、こんなところにこれはスイカだね。スイカ、スイカも果物だし、それからこっちの方にもこのいちご、いちごがあったよ。あとはこれ、これはみかん、オレンジかな。オレンジ果物だし、あ、バナナ、バナナがいた。バナナも果物だね。よし、あ、こんなところに桃、桃がまたあったね。桃、色がちょっとさっきのと違うよね。桃、桃も果物に入れて、これ多分果物だと思うんだけど何の種類かな。これはみんな分かったら教えてね。そしてこっちの方にこれじゃがいもだな。じゃがいもはこっちの野菜の方だね。そして奥にこれ、これはきゅうりだな。きゅうり、きゅうりは野菜。こっちが果物でこっちが野菜だよ。そして野菜でも果物でもないのがこれはカップケーキだね。ケーキ、ケーキと普通のホールケーキ、2種類の味が混ざってる。器用に作ったよね。これとこれ、これはパンのホットドッグだね。ホットドッグにこれはエビフライ、エビフライ、料理しているものもあるよ。そしてこれはハンバーガーだね。ハンバーガー、このバンズの間にハンバーグが挟まってるよ。そしてこれがチーズが乗ったハンバーグ、チーズハンバーグだね。これも美味しそうだし、これパンのクロワッサンだな。クロワッサン、クロワッサンにこれはドーナツかな。ドーナツ、スイーツのドーナツにこれはホットケーキだね。ホットケーキ、ホットケーキと卵、卵もあるよ。じゃん、こんなリンゴの形をしたまな板と包丁で
トントンしていってみようかな。このまな板大きいからたくさんの材料を乗せられるね。まずはドーナツをトントン、そしてハンバーガーもトントン、それからこのホットケーキも真ん中からトントン。どんどん行くよ。これはホットドッグだね。トントン。そしてこれはエビフライ。エビフライもトントン。そしてこの卵もトントン。あ、黄身が美味しそうになっているね。そしてこのカップケーキも真ん中からトントン。そしてこれはチーズハンバーグ。チーズハンバーグも真ん中からトントン。そしてこれはキノコだね。キノコも真ん中からトントン。そしてクロワッサンもトントンして、このケーキだね。ケーキはホールケーキだからこうやって真ん中から、そしてまた半分に、そしてこっちの方も半分に、全部で4等分したよ。よし、それじゃあ今度はフルーツの束をトントンしていくよ。レモンからトントン。そしてライムだよ。トントン。そしてこのみかんは横の方で真ん中からトントン。そしてバナナは、バナナ面白い方向でトントンするんだな。こんな感じでトントンしたよ。そしてイチゴも真ん中からトントン。そしてこれ桃だね。桃もトントンして、イチゴ2個目のイチゴも真ん中トントン。そしてこの桃だね。桃もトントンして、そしてこっちの方にはリンゴがあったよ。リンゴもトントン。そしてこれはブドウだな。ブドウはこの草の真ん中のところからトントン。そしてこれがみかんもこうやってトントンして、そしてこれが洋梨もこの真ん中からトントン。そしてこれがスイカだね。スイカはこうやって斜めにこうやって切って、美味しそうな形にトントンしたよ。よし、それじゃあ今度は野菜をたくさんトントンしていくよ。玉ねぎをトントン。あ、中がこんな感じで複数の層になっているんだね。そしてこれきゅうりだよ。きゅうりをトントン。じゃがいももこうやって真ん中から切っていけるかな。よいしょ。あ、入った。トントン。そして玉ねぎのこの紫の玉ねぎだね。トントン。同じようになってるかな。あ、この玉ねぎは中に特に何も入ってなかったね。そしてこれはきゅうり。きゅうりがトントン。そしてブロッコリーもこうやって真ん中からトントンしていくよ。そしてこの玉ねぎはどうかな。トントン。あ、玉ねぎ、あ、この玉ねぎも中に特に層になってなかったね。そしてこれはキャベツをトントン。あ、キャベツも中に葉っぱがたくさん入っているんだね。そしてこれナスをここのところからトントンして、人参はこっちの人参は縦だね。縦にこうやってトントンしていくよ。そしてこっちの人参は横だな。横にトントンして、そしてこれはトウモロコシのコーンだね。これは縦にこうやって、よいしょ、トントンしていって、そしてかぼちゃ、皮の厚いかぼちゃも包丁でトントンして、中には種がたくさん入っていたよ。